はいどうもこんにちは、ティアソニーです。今回新作ではレディーファウルのついにスキル説明出たということで見ていこうと思います。で今回は日本版の説明が出る前にまずは海外のね中国の、公式サイトから映像出たということでまず映像ねしっかり見ていこうと思います。その後にね、スキルの詳細じっくり見ていこうと思います。さあまずはステッキからなんか霧を撒いてこのステッキを使ってなんか霧出してたな。わーでも美人だね。え、あ透明化してる。なにこれなにこれなにこれ、透明化してゲージがだんだん溜まっていって、でもなんか足元めっちゃ木の道出てるけど、まあ使い方としては結構航海士に近い感じか。まあでもまあでもハンター側これ予測して殴るっていう感じになるんだろうな。で透明化して板とかも当てられると、これ出てるつま先あたりから出てるのか、なんかこの木の先端を殴れば、なんかダウンは取れそうな感じはするがどうなんでしょうか。まあ今んとこでもこれがスキルか、これスキルだけだったらどうなんとは思ってしまいますけどね。結構当てられそう。なんだなんだなんか構えて霧をやってで、うわーなるほどなるほど、そうだよね、それを殴られるからこそ今の霧の道フェイントで解読をしていくと。でなるほどなるほど、まあ、解読にまつわるスキル、まあ、これもね後で詳しく見ていくんですけど、なんだなんか暗号機のパーセントが減ってる。これもしかして他の暗号機のパーセント奪えるってこと？なるほど。まあ、余分な解読とかがあったら、そっち側のパーセント奪って、無理やりそっち側回すこともできると。で、救助遅っ！そんな救助遅いの？なるほど。デメリットとしては救助がめっちゃ苦手なのか。いや、なぁ、どうだろうね。この感じ。まあ、一旦詳しく見ましょうか、説明文。いやでもこのスキルすごいな。こうやって暗号機寄せをした暗号機の進捗奪って無理やり回せんのか。なるほどね。さあ一つ一つレディーファウルのスキル見ていこうと思うんだけど、レディーファウルは大きく分けて二つのスキルを持ってます。まず一つ目は透明化、マジシャンや一等航海士のように透明化してハンターを欺く、まあチェイススキル。そして二つ目はこのボタンの左側のやつ、なんか封筒みたいです。これを押すことによって、まあ囚人のような解読スキル、まあその二つを使い分けて、まあ追われたら透明化チェイス、追われなかったら、解読を早めていくような、そんな感じのキャラクターになってますね。でまずはこの透明化スキルについて解説していくんだけど、なんとこのスキル全サバイバー初の自動発動型になっていますね。もう一切操作いらない、ボタンを押す必要なくて、この発動条件っていうのがハンターが 20m 以内に接近した場合にもう勝手に透明化してくれます。で、下にゲージが出てくると思うんだけど、このゲージこれがマックスになると、解除されますよ。他にも条件っていうのはあって、ハンターが 20m から離れること、もしくは自分が板とか窓乗り越え操作っていうのをすると透明化解除と同時に、ハンターに、ね、通知がいく、そんな感じの仕組みになっています。でこの透明化の持続時間なんだけど、毎秒 6.25% ずつこの下のゲージが増えていって、まあだから大体16、7秒ぐらい、持続するので、まあ公開しより長いぐらいの時間、最大まで透明化し続ければ、透明化することができます。でクールタイムは40秒といった感じで結構長め、まあ逆に言えばクールタイム制なのでゲーム中何回でも使用することができます。まあただし捕まっている最中とか自分がダウンしている最中は、クールタイムの回復が止まるので、まあそこだけね、注意が必要です。ただこの透明化中ね、自分の足元に霧が発生してしまって、それをずっと追ってこられると、まあいずれかはハンターにバレてしまって透明化中なのに一撃食らってしまう、まあそんな形になってしまうんですけども、この透明化の足跡をごまかせる、スキル、それが、画面の左側のこのボタン、赤ボタンを押すことによって、3秒間分、自分がいない方向を、まあ、直進させる霧のフェイントの道をね、3秒分、発生させることができます。まあ、3秒分騙し続けて、なおかつその自分がまあハンターとかに逃げることができれば相当な距離、生まれるんで、かなり距離としてはうまく決まれば、とんでもない距離離れるかなと思います。はい、といった感じがチェイススキルでした。まあ使用感としてはマジシャンっていうよりはかなり一等航海士に近い、性能というか、まあ、操作感だと思います。でただしですね、このスキルかなり弱点がありまして、まあ、それが今この出てる情報、この映像と、中国の公式サイトにある説明文だけの情報だけ見ると、これねハンターが 20m から離れるとすぐさま、透明化解除されるんだよね。これ実際にゲームの映像内でも透明化解除されてるけどっていうのがあれば、だってこれ、オートで発動しちゃうから、正直俺は立ち回りの面まで含めると、スキルの性能とか置いといて、めっちゃくちゃ弱いと思ってます。だってこれ、何をするかっていうと、まずハンターは、レディーファルに向かって接近していきますで、20メートル入って透明化しました。その瞬間にハンターは引き返して、20メートルから離れた瞬間に透明化解除、はい、スキルおしまいってなっちゃうから、たぶんさすがに、ここの部分に関する、なんか懸念というか、そのケアは、何かしらはあると思うんだけど、一切今んとこね、その、ケアの仕方というか、説明がないので、その辺がどうなるかは、また実際に、また明日テストサーバーやってくるので、そこで、検証してみようと思います。じゃないとね、もう一瞬で透明化解除されちゃって、クールタイム40秒ってあまりにも弱すぎるから、まあ、そこがどうなるかは明日実際に
遊んでみます。まあただ多分実際にはこのねゲージがハンターが 20m から離れた場合っていうのはこの下のゲージがだんだん 5% ずつ、減っていくんですよね。毎秒 5% ずつだから減っていくので、まあ、100% にならない限りはハンターが 20m 以内に入ったら、すぐ透明化出たら、透明化解除、また入ったらすぐ透明化っていう感じで、多分透明化がゲージが 100% になったりするまでは、まあ、永続的になるんじゃないかなとは、予想してます。そしてレディーファウルは解読に関してもかなり面白いスキルを持っていますね。でなんと解読進捗 0% の暗号機を触った場合、一瞬で 10% までレディーファウルを解読してしまいます。これすごいよね。さすがに解読中の暗号機を触っていきなり 10% 増加っていうことはできないんだけど、まあ、新規の暗号機を回し始めた時だけ、すぐさま 0% か 10% に進むので、まあ、レディーファウルが新規の暗号機をね解読し始めた時、まあ、実質解読 110% 増加だから、まあ弁護士に近い解読スピードで、まあ、新規を回し切れるから、まあ、かなり解読性能が強めな、キャラクターっていう印象です。そしてここからが面白くて、スキルボタンの2つ目、書類みたいなスキルボタンを押すことによって、まず暗号機を選択します。で、選択中も暗号機の解読進捗を見れるし、まあ、全体の把握もしながら、選択します。で、その選択した暗号機っていうのは、誰も触られていないことが条件なんだけど、誰も触られていなければ、その暗号機の進捗を毎秒 1.5% ずつ奪います。で、下げている最中に自分自身の解読っていうのが、まあ、最大で 25% で、20%、15% っていう風に、まあ、暗号機の距離に応じて、自分自身の解読ボーナスっていうのが得られます。まあ、これは距離によるものなので、まあでも一番低い 15% 増加でも十分早いからね。だって弁護士が今マックス 15% 早い状態だから、まあ、相当これ解読早いですね。まあただこの解読スピードが上がる条件っていうのもあって、まず誰も触っていないこと、そして、解読進捗が減っている状況が必要だから、まあ、結構回っていないと、まあ、自分がずっと解読してたらずっとね暗号機のゲージでは下がっていくから、まあ、その下がりきってしまったらこの解読ボーナスっていうのは得られなくなります。そして最後にデメリットなんだけど、救助の時にねとんでもないデメリットがあります。これね、自分が救助に行った場合、他人を救助する時間が、倍になりますね。これ昔のマジシャンの逆バージョンみたいな感じになっていて、まあ、とてもじゃないけどちょっと救助を行えなっていう、キャラクターですね。もうとにかく、まあ、チェイスするんだったらチェイスしきる。で、まあ、自分が最初に飛ぶとか。で、まあ、それしないんだったらもう解読に徹底して、まあ、救助は味方に任せる。まあ、そんなもう、解読特化、もしくはチェイス特化、まあ、そんな2個だけに、特化したキャラクターになってますね。はい、以上が今日判明したレディーファウルのスキルの説明でした。また明日ね、実際に、テストサーバーで遊んでみるんですけども、まあ、今現在この映像と、発表された文章だけを見た、感想というか、評価をしていくと、かなり初心者サバイバーランクマを、救う救世主が現れたなっていうふうに思いましたね。まあ、っていうのが特に解読の方かな。やっぱどんだけ上手いサバイバーとか、どんだけいい初動でサバイバーがいたとしても、暗号機に寄せられて捕まっちゃったりとか、あとはその解読の引き継ぎをミスっちゃったりとか、その把握っていうのは結構やっぱ初心者対は全然難しいし、なんなら中級者も結構難しい、部分になってくるけど、それをレディーファウルは一瞬で、無駄になった暗号機の部分っていうのを、減らしながら自分の解読スピードを上げることによってとか、まあ、そのなかなか離れられなかった暗号機寄せられちゃったってなったとしてもすぐさま新規を回せるから、まあ、かなり初心者向け、もうだいぶ本当にね解読回りやすくなると思います。でさらにこのスキルの方も、初心者向けで、初心者同士の戦いってことはなかなか相手ハンターも透明化中に居場所読んで攻撃とか多分なかなかしてこないと思うし、上手い判断になってくると多分これ透明化中でいくらこのステッキを使って足跡をごまかしたとしても、サバイバーって足音とか息遣いとかで大体の居場所を透明化してたとしても分かるんですよね、上手い判断とかだと。そういう風に分かってしまうけど、初心者隊であればこの透明化でスキルというか、まあ、チェイスは無双しながら終われなかったら解読で、サポートしていくっていう感じになるから、しかも良くも悪くも結構自己完結型になってるから、味方との難しい連携も必要ない、スキルもめちゃめちゃ簡単で解読の周りも早いっていう感じだから、まあ、相当このキャラクターいれば、しかもビジュアルもいい。っていう感じになってるから、うん、新規向けキャラクターだなと俺は思いましたね。で逆に高ランク帯とかになってくると、まあ追われたら結構そのやっぱいい場所予測されちゃってすぐ、ダウン取られちゃったりとか、まあそのうまく全体負荷かけられちゃってレディーファウルが救助来るしかないっていうような、ダメージ負荷をさせられちゃって結果救助がいいとかっていう風に崩されちゃうと思うから、多分高ランク帯では活躍しづらそうで、初心者帯だったらマジでもうヒーローになれる、そんな感じのキャラクターになってそうだなという、俺の印象でした。まあ実際に使ってみての性能とかはね、また明日、使ってみようと思っているので、よかったらチャンネル登録高評価お願いします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。